それでは、計算基礎学1の第3回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回はまず2進数、それから符号付き整数の表現というのをやりまして、特に2の歩数について紹介しました。それから実数の有限桁の近似と浮動小数ということで、浮動小数点数について紹介しました。浮動小数点数における絶対誤差や相対誤差について紹介しまして、浮動小数の丸目誤差、それからマシンイプシロンについて紹介をしました。最後に IEEE 浮動小数規格という、その浮動小数ですね、現在の計算機のほとんどで使われている規格について説明をしました。今日は多精度整数の表記と加算という話をしたいと思います。この話ですけれども、テキストをお持ちの人は15ページセクション 2.1.5 から見てください。この、タイトルにありました多精度演算なんですけれども、これからですね、この授業におけるその整数や有理数の演算はですね、正確に扱うことを前提として話を進めていきます。そこで使いますのが、多精度演算とテキストに書かれておりますけれども、これは英語のもともとの言葉ですがですね、マルティプルプレシジョンアリスメティックと言いまして、マルティプルは多くのですね、でプレシジョンは精度で、アリスメティックは演算なんですが、実際に日本ではですね、多倍長演算と呼ばれることが多いですので、今後は多倍長演算と呼ぶことにしますので、この授業では呼びますので注意してください。テキストでは多精度演算と書かれておりますけれども、僕がしゃべるときは多倍長演算と呼ぶことが多いと思います。それからその他の呼び方としては、任意精度演算なんて呼び方もあります。任意はアービトラリーですね、で精度はプレシジョンですから、アービトラリープレシジョンアリスメティックと呼ばれることもあります。さて、まずですね、この先ほどの整数や有理数をですね、正確に行うことを前提にするということになりますと、大きな整数も正確に扱うという必要に迫られるわけですね。で、そうしますと、その1ワードに収まりきれない大きな数をどうやって扱って演算をするかということを考えなければならないわけです。で、これをこのスライドではですね、電卓を使って表してみました。これは僕の家にある電卓の写真なんですけれども、この電卓はですね、10進8桁の演算をできる機能が備わっております。で、じゃあこの8桁を超えるですね、数の演算を行いたかったらどうするかっていうことを考えるわけです。で、一応ルールとしては、電卓は同じものを何個でも使うことができると。実際には何個でもっていうと、数学で何個でもっていうとかなり語弊があるかもしれないので、一応有限個ということにしておきまして、実際に調達可能な有限個使用可能ということにしておきますけれども、そうしますと、単純なアイデアとしましては、その必要な桁数の分だけその電卓を並べて計算すれば、電卓を並べて計算すればいいんじゃないかということに思いつくわけですね。この今の写真の場合ですと、同じ電卓を5個買うのは僕もそんなに気が進まないですけれども、スライド上では写真をコピーしてペーストすればいくらでも電卓を増やせますので、うまいこと計算ができるわけです。この例ですと、その8桁、10進8桁の電卓を5個並べることで、10進で40桁まで計算可能じゃないかと、そういう、アイディアに至るわけですね。で、実際にその計算機の上で多倍長の演算を行う時のアイデアはこのような形で行います。すなわち、複数個のワードを使って長い桁の数を表すというのが、そのアイデアの基本的な部分です。ただし、この電卓を並べた部分ものとですね、そのコンピューターのメモリー、複数のワードを使う部分で異なる点が一つありまして、電卓ですと、いわばこの各桁のでこう演算ができるような形になっているので、こう電卓の個数、桁の数だけ CPU が増えるようなイメージがありますけれども、実際に我々が使う CPU の方はですね、1個ですね、演算が行うのは1個で、
数を、しまっておく、メモリが、まあ、複数ワードという形で計算を行うという点に注意をしてください。でそうしますと、その皮膚の整数のまず多倍長演算をまず考えてみようかということにしたいと思います。まあ、皮膚の整数を多倍長、複数のメモリで表した数を多倍長整数とも呼びますけれども、まあ、この多倍長整数に対する演算をどのように行うかということを考えていきます。でまず、考えなければならないことはですね、その多倍長演算を計算機上でどうやって実現するかということで、これは大きく分けて2つ課題がありまして、1つ目はデータの表現ですね。この与えられた数を計算機の上でどうしまうかと。それからもう1つは演算の手順。一応今我々が扱う計算機は1ワードごとの整数の演算しかできないわけですね。でそれの機能を使ってその複数ワードで表せた数の演算をどう行うかということを考えて、まあ、最終的にはアルゴリズムの形にまとめていくというわけです。ですので、これからはこの2つの点について話を進めていきたいと思います。でまず最初にデータの表現ですね。でここでは、まあ、次のような定式を行いますけれども、まず A をですね、こう表したい数値、まあ、大きな桁数を表す、大きな桁数を持った数値とします。それから K をですね、この数値 A を表すのに必要なワード数とします。で最後に A0 から A の K-1 というのをこの A を計算機上でメモリで表すために実際に使われるワード、各ワードということにで表します。でそこでその多倍長数 A をどのように表すかということなんですが、まあ、基本的なアイディアは先ほどの電卓を並べるのと同じように、その下位の桁から上位の桁までこのメモリをこう並べて表記するわけですね。ちなみにこの箱はこの2進数の0、1の並びが入った箱と思ってください。で、まあ、A0 っていうので1ワードあるということですね。でこれを A の0から A の1、A の2といって最後 A の K-1、A の K-2、A の K-1 と K ワード並べて1つの数を表記するということにします。で具体的に、そのワードに各ワードに入った数と数の値と、それからこの A の値との対応付けっていうのが、まあ、この形ですね。A の i のワードをかける2の ni 乗の和という形で、これはですね、n が1ワードの大きさ、すなわちビット数で表せる1ワードの大きさなんですけれども、これ要は十進数で数を表し方と、まあ、本質的には変わりないわけですので、まあ、そこを押さえておいてください。でそれから、以後ですね、このテキストや授業ではですね、この、K ワードを使って表した A という数をこのような括弧でくくって A0 から AK-1 というふうにこうワードを並べた形で表記をします。でここで、注意していただきたいのは、その実際の桁の並び方っていうのは右が一番小さい桁で、こう左に隅に従って桁が大きくなりますけれども、このワードを並べた表記は逆でですね、左側が一番桁の小さいワードで、右に行くに従ってそのより大きな桁の部分を表すワードを配置していくと、書いていくというところが異なりますので注意しておいてください。そしてじゃあこのデータをですね、どうメモリに格納していくかというのをこの図で表しました。まず最初にですね、この K の値、つまりこの A を表すワード数ですね、このワード数 K をここに一番最初のメモリの一番先頭の位置に配置します。それからあとは順に A0、A1 という各ワードをですね、A の K-1 まで配置していくということで、合計 K プラス1ワードのメモリを使って、K ワードの多倍長数 A を表すということに注意をしておいてください。さて、そうしますと、じゃあ、与えられた数 A をですね、2進数で表記するのに何ワード必要かということを
見積もっておきたいと思います。まず、この A をですね、2進表記したときの、ビット帳、すなわち、ある与えられた A っていう数を、まあ、A は一般に10進数なんですけれど、これを2進数で表したときに何ビット必要かっていうことを表しますと、まあ、これだけ必要になるということに押さえておきましょう。このログの A プラス1のシーリングですね。まずこの LG と書かれている記号、ちょっと見慣れないですけれども、一応このテキストでは2を定とする対数のことを LG というふうに書いておりますので、まず注意しておいてください。ですので、まあ、A プラス1の2の定とする対数を取って、まあ、その、この上向き括弧の、括弧はですね、シーリング、天井関数といって、まあ、これよりも大きな最小の整数のことを意味します。ですので、まあ、この L ログの A プラス1よりすぐ上に、すぐ大きいところにある、まあ、整数ですね。ですから、これだけのビット帳が必要になるということになります。で次に、1ワードが、まあ、N ビットのときにですね、じゃあ A を2進表記するのに必要なワード数はいくつですかっていうと、先ほどはビット帳がこれだけビット必要になったということですので、これをワード帳に直すには、この長さを、まあ、N で割ればですね、この A を表現するのに必要なこのワード数ということがになります。で以後では、この A を表すのに必要なワード数のことを、レングスの A、A の長さというふうに表します。ということで、まず、その A が与えられたときに、その A 自身を表現するには、このレングス A、ワード、必要だということが分かったんですが、あともう一つ必要なのは、ここですね、その A の長さを保管するのに1ワード必要ですから、この A と A の値を保管するワードとして1ワード取ります。で、合計では、今のそのこちらのモデルによるメモリへの格納のやり方ですと、A を2進表記するのに必要なワード数というのは、まあ、レングス A プラス1ワードが必要であるということになります。ここまでよろしいでしょうか。